この円とこの直線の2つの交点を結ぶ線分の長さ L を求めてねっていう問題です。イメージとしては今回ねもう円と直線があって2つの交点つってるから円と直線って絶対2つの交点を持つんですよ。適当に書くと円があって でまあなんかこんなところに直線があってそしたら今2個ほらこことここで交点持ったよねこんな風になるよっていうのはもう問題文で言われてるわけ例えばこんな風になって接したりとかあとはまた直線がこんな風にあって円と直線がぶつかんないようなんてことはないよって教えてくれてるんですね円と直線が2つの交点を持つなんで円があって直線があるから2つの交点を持つと で、持ってその2つの交点を結ぶ線部の長さを出せと。つまり、ここですね、ここ。これが長さ L ってなってるので、この今回やったこの赤の L のとこ出してねっていう問題です。今回ね、適当に右上がりの直線で、えー、とグラフ書いてますけど、別にこれ、右上がりだろうが右下がりだろうがやることは一緒です。で、この問題はパターンがあって、この L の長さを出すためにね、 ここの三角形で三平方の定理で攻めます。えー、っと、どういうことかっていうと、この斜辺、この斜辺ってさ、円、この円の半径だよね。だから、この円の半径、つまり、ここ、右辺の5にルートをつけてあげて、半径ってルート5ってわかります。ここの長さはルート5。でもって、ここの長さってどうやって出すかっていうと、それは、この点、円の中心ですね。 円の中心はこの式から00ってわかります。円の中心とこの直線との距離を出すんですよ。点と直線の距離を使う。点と直線の距離の公式を使うと、この長さも出る。とすると、ここの長さとこの長さが出てるから、あとは三平方の定理、ここ直角なんで、三平方の定理使えばこの長さ出るよねっていう方針で、 攻めます。じゃあやっていくんだけども、この直線の式がこいつ。でもこのままじゃダメです。なんでダメかっていうと、点と直線の距離の公式使いたいから、イコール0にしとかなきゃいけないんですね。なので、この2を左辺に移行しておきます。できたのがこの式。あとはできます。点と直線の距離ですね。00と 2x たす y 引く2イコール0。 この二つで点と直線の距離をやります。そしてあげると、まあ、ルート五分の2。それがこの D の長さだってわかるんだよね。別にここ有利化しておかなくて大丈夫です。後で三平方の定理で2乗するので。で、あとはさっき言った通り、ここの三角形ね。こいつら。ここで三平方の定理を使ってあげます。えっと、ここのね、長さ2分の L です。ここが L なので、半分なんで2分の L だよね。で、 じゃあ三平方の定理、知りたいのがこの2分の L だったので、まあ2分の L の2乗、イコール、このルート5の2乗、から、このルート5分の2の2乗、引いてあげて計算しましょう。こいつ2乗すると4分の L2 乗、こいつ計算すると5、こいつ計算してあげると5分の4。 あと計算してあげます。ここ計算してあげると、これが5分の25なので、5分の21になりますかね。で、ここからは両辺を、この4を消すために、そう、4倍して5分の84。最後にね、L の長さ求めてあげなきゃいけないので、この右辺にルートをつけてあげて、こんな感じ。で、最後にゆりかしてこれっていう感じですね。ごめんなさい、書いてないんですけど、L は正なのでっていうふうな感じで記述ではいりますかね。 Today I wanna be the light that you where you're gonna be. Whatever you say, you may feel like being alone. Well, I can be the one you need now. The world is